そこで私がこう言ったわけですよ。ここは私に任せて先に行きなさいってね。まあ素敵な話ですこと。ん？あら、グラスが空ですね。辺境伯様、次のお飲み物は何にされますか？ありがとうございます。いやー、売れっ子作家の夏目先生に気を使っていただけるなんて恐縮ですな。いえいえ、遠慮なさらず。辺境伯様のお話はどれも興味深くて、小説のアイデアがどんどん湧いてきます。本当ですか？嬉しいですね。次のお話は、そうですね、最近下級貴族の下克上が増えているお話なんてどうでしょう？それなら少しだけ聞いたことがあります。何でも前まで弱小だった貴人が急に資産を増やして有権者に上り詰めたとか。さすが夏目先生、情報が早いですね。実は皆とあるカジノで一儲けしたらしいのです。ボートにあるというカジノの情報、深掘りして損はなさそうね。それはさぞ幸運だったのですね。ですが、有権者になり得るほど巨大な額をどうやって？私も一度だけ行ったことがあるのです。実はあのカジノはとてもレートが高いことで有名でして、ちょっとやそっとの資金では戦えないのです。どうしてそのような運営をしているのかは知りませんが、ハイリスクな分ハイリターンを得ている人もいるのでしょう。一見ただのハイクラスなカジノ、ただ高額な取引の裏には教団が関わっていることも多い。念のため調査の必要がありそうね。入場には予想以上の厳しさみたいだけど、それを理由にして調べてませんでしたじゃ済まされない。教団の手がかりになりそうな場所を無視するわけには。とても怪しい。あ、いえ、創作意欲を駆り立てられるお話ですね。よろしければ今度連れて行っていただけませんか？できればお力になりたいのですが、実は私ですらも簡単には入ることができないんですよ。辺境伯様ほどのお方でもですか？なかなか審査が厳しくてですな。私が一度行った時も公爵様のお供だったために入れたようなものです。可能性があるとすれば、王家に近いものの紹介か同伴であればどうにか。王家に近いものですか？まあ、王家に近いものというか、王家自体に知り合いがいることはいるんだけど、アレクシア王女に私の動向を知られることは避けたい。仮に理由を隠してお願いしても疑われるでしょうね。それにあの女に頭を下げてお願いするなんて、想像しただけでもう。まあ、ここは私と一緒に手頃なカジノにでも。絶対嫌！今のは辺境伯様のことではなく、ちょっと他のことを考えていて。驚きましたよ。今日の情報の中で一番怪しいのはカジノね。予想以上の厳しさみたいだけど、教団の手がかりになりそうな場所を無視するわけにはいかない。王家の紹介も同伴も難しいと考えれば、別の方法を考えた方が良さそうね。何かいい方法は。ん？この張り紙はさっきのカジノの。これだわ。ようこそカジノへ。ウェルカムドリンクをどうぞ。左手がカードゲームスペース、右手がルーレットスペースになっております。参加観戦はご自由に。ルールを守って楽しくゲームをしてくださいね。ごゆっくりどうぞ。町の張り紙、偶然だけどヘルプスタッフの募集があってよかったわ。ハイクラスなカジノだけあって求められる能力は高かったけど、
ガンマに協力してもらって書類を偽装。そこに私の巧みな話術が組み合わされば、どんな面接も余裕なんですから。とはいえ、カジノでのマナー、ゲームのルール、事前に覚えるべきことが多くて苦労したわ。おかげで今、違和感なく振る舞えているのだけど。さて、怪しまれないように仕事仕事。この場に溶け込みながら、情報を掴んでみせる。お客様、空のグラスをお下げしますね。次の飲み物は、こちらのゲームの遊び方はですね、景品の交換はあちらになります。またのお越しを。ちょっと真面目に働きすぎかしら。仕事となると没頭してしまうのは悪い癖ね。もう少し加減して。嘘だー。ん、一体何が。嘘だ、やり直させてくれ。お客様、他の方のご迷惑になりますので。掛け金を返してくれ。半分でもいい。俺の全財産なんだ。あの様子だと全財産をかけた大勝負に出た結果敗北、すっからかんになってごねてるってところかしら。調べたところ、ゲームにはそれぞれセオリーや還元率がしっかり存在している。だからもっと堅実に立ち回りさえすれば、暴走をすることはほとんどない。だけど、まあどうでもしなければ貴族の下克上は実現しないということかしら。さて、仕事に戻りましょうか。って、あの後ろ姿は。へえ、アレクシア王女？どうしてこんなところに。 いえ、あの女は仮にもミドガル王国第二王女、王族中心に集まるこのカジノにいることはごく自然なこと。それより、どうして彼女もバニースーツを着ているの？王女である彼女が着る理由はないはず。何か事情がありそうね。そしてあの間抜けな顔を見るに、カジノに来たのは初めてってところかしら。おい、俺はお客様だぞ。話せ。話さないと。お客様の安全を優先して気絶させていただきました。皆様にご不快な思いをさせてしまったことを心よりお詫び申し上げます。引き続き当店でのゲームをお楽しみください。なるほど、スタッフも優秀そう。ハイクラスなカジノだけありますね。運のいいことに、今の出来事のおかげで警備レベルが高いことも把握することができたわ。さて、問題はこの場にいるあの王女。今の私は自分の身元を隠して潜入しているわけだから、身元を知る人物の存在は極めて危険。どこかで私の存在に気づき、夏目という名前を出されるのは非常に困る展開。早めに手を打っておく必要がありますね。そしてあのバニー姿を見るに、彼女も何か訳ありのご様子。ここは先手必勝、私から動くとしましょう。なるほど、当たり前だけど大勝ちする人もいれば大負けしてしまう人もいるのね。自業自得だけど、生活の落差を考えるとゾッとするわ。ここはこういう世界なんですよ、お嬢様。誰が王女様よ。あなたは夏。何なの。ストップ、落ち着いてください。いきなり何するのよ。とりあえず今ここでは私の名前を出さないことを約束してほしいの。いいわね。突然何なのよ。ふん、黙ってても私にメリットがないじゃない。面倒な約束はしたくないわ。あら、さっきの驚いた様子を見ると、王女様という正体を隠して行動しているのではなくて。今名前を明かされたくないのはあなたも同じなのではありませんか。交換条件ってわけね。いいわ、
黙っててあげる。どうしてこの状況で強気なのよ。まったく。それで、あなたはなぜここにいるのですか？私は今日、来賓としてこのカジノに招待されたの。正式なお客様よ。そうだったんですね。正式なお客様の割には変わった衣装を着ていますが。それはその、貴族が代わる代わる挨拶に来るもんだから面倒になって抜け出してきたの。来賓とはそういうものでは。それにカジノはお父様と姉様に禁止されていたからゲームに興味があったのよ。それで。まさかそれでスタッフに変装を。でもスタッフはゲームに参加できないんじゃないかしら。そんなの分かってるわよ。来てから気づいたんだから仕方ないじゃない。っていうか、そういうあなただってバニー姿じゃない。どういう事情なのか教えなさいよ。あ、いや、今？私分かっちゃった。え？ズバリ、作家として限界が見えたからバニーガールに転職したのね。我ながら完璧な推理。違います。作家活動は順調です。あら残念。その姿お似合いなのに。褒めてるんだかけなしてるんだか。まあこれ以上問い詰めても話さないだろうし。いいわ、どうせ潜入取材ってところでしょ。まあそんなところ。おい新人、何サボってるんだ。あ、申し訳ありません。今戻ります。では、私はこれで失礼します。お約束はちゃんと守ってくださいね。ほんと、腹の内で何考えてんのかわかんないんだから。